で、オレンジ空爆したんだ。怖い、ここですな。これは笑うしかない。こいつ目が座ってやがる。ジョージ、こんな日に僕は医師として、友人として、立ち会い人として、辛い現実を言わねばならない。君の目は治る。あ、刺したわ。アメリカンな感じね。治ると幸せになれないなんて。こちら昨日のお客様からです。え、いらねえ。つまり食べ残し。一晩寝かせたからカロリーゼロだ。針のある肌。痛そう。針しかない。誰も近寄れねえ。満員電車だったら地獄だな。仲間と銀行強盗決行日、言われた通り各自ヘルメットを持参したが自分以外みんなフルフェイス。おい、アホだな。やっちまった顔。言われなくてもわかるでしょうに。俺の猫アレルギーが発覚し、猫の玉を捨てるかという家族会議のはずがパパを追い出すという結論に達した。だな、違いねえ。なんともかわいそうに。これは当然の結末で必然である。何事もこそこそしないで大胆に生きろと言って女子生徒のリコーダーを目の前で舐めたサム先生の先生として最後の姿である。本気しだな。めっちゃ見られてる。さようならサム先生。これが本当のワンボックスか。いいね、うまいな。ワンダフルっす。サモエド・ハーレムとは気が利いてるな。もう映画のネタバレしませんから。おいおい、ネタバレは重罪。アートですねー。テープで貼り付けるのすげーな。 UFO キャッチャーで店員さんが取りやすいようにしてくれました。よ、増えたわ。欲しくない。アームを脇腹らへんを狙ってもらえれば取れると思いますよ。グループで浮いてる奴がいると相談されたが、本当の意味だとは思いもしなかった。お、物理かよ。武空術か。ずっとこの体勢なんかな。何度見ても人。ああ、やっちまった。とりあえず実施して。2回見て人だったら人だよ。俺は札幌一番袋麺をかぶってみた。僕は典型、あたちはバリウム飲んだ後のうんち。爆笑、カオスだ。バリウムに全部持ってかれた。なんでそんなもんかぶってんだよ。緊張の第一だ。一発目で部長が倒れないのには自分でも驚きました。おい、サイコパスか。なんて爽やかなんだ。さすが紳士のスポーツですな。ちょっと、埃がまだこんなに残ってるじゃないの。本当に掃除したんでしょうね。うお、あんた誰だよ。未来のアレクサかな。埃が光る未来、見てみたいものです。プリンアラモードです。え、やべえな。じわじわくる。もうそれにしか見えなくなってきた。ゴレンジャーを漢字で書くとこんな感じ。うまい、なるほどな。そんなにいらねえよ。全部黄色のカレーのため。今日のドッグラン休むって言ってくれた。ふふ、却下です。その前足はなんだよ。学校行きたくない感的なのがめっちゃ出てる。え、明智が攻めてきた。待て待て、一回落ち着こう。やっぱちょ、クソ増えた。言ってる言ってるわ。見事な三段活用であります。部室で告白してたら重みで壁が倒れてきた。あ、わかるわ。微笑ましいな。一人校長みたいなやつがいるんだが。人質の子が全部やってくれる。え、マジかよ。多分元凶はこの子供だな。もうちょっと金額上げる交渉できそうだよ。トンネルを抜けるとそこは、抜けると、トンネルを抜け、抜けねえなおい。わろた、なげえな。まさか始まらないとは。どこまで続いているのか気になりすぎる。楽譜を玄関に忘れたので、小粋なトークショーに切り替える。おい、忘れんな。暗記してないのかよ。これはこれで貴重な気がするぞ。考えない人。は、強そうだ。吐いてますか？確かに後先も考えてなさそうだ。転売ヤーがバカ。うわ、いらねえ。確かにバカすぎる。とりあえずしなしなになってそうだな。あの子の弟が欲しいをプレゼントしようとしただけなんじゃ。くそ、嫌だな。史上最低のサンタ。単なるエロジジイじゃねえか。ジブラルタル海峡を風流芸式。やられた、フラメンコにしとけ。ドーバーの方が冬っぽい。とっても言いにくいです。旦那の DV に耐えた自分を褒めながら、コンパクトになった旦那を運び出す妻。
え、何したの？耐えたって言えるのか？しかも軽々と持ち運んでるぞ。へえ、リンゴの次ゴルフって言うんだ。ええやん、どういう心境？イケメンがすぎるぞ。じゃあゴルゴンゾーラにしますほらー、絨毯の下にあったじゃん。は？絨毯？スケールでけえ。暇を持て余した神々の遊びか？おかん、あんた大きくなるんだから、これくらいでいいのよ。マジか、どんだけー。でかいというレベルじゃねー。右肩から怪物が生まれようとしてないか？こら、まずは明けましておめでとう、でしょ？だな、違いねー。なんでそんな顔してんだ。もっと笑顔で迫ればいいのに。リユース、いやぬるくなってるぞ。この発想天才じゃねえか。なんか油でギットギトになってそう。この年になってやっと一戸建てを持ちま。あ、自動音。もう笑うしかないよね。空爆されたかのような爆発だな。三の二あたりに怖い先輩がいる。なるほど、わかるわ。ちらっと見えたんだね。てか割と至近距離じゃね、これ。あ、見えなります。マジか、どこから？触りたくねえ。人間貯金箱なのかよ。お前イブどうすんの？俺特に予定ないわ。だよな、俺も、俺は彼女。そらな、そうなるわ。最後まで聞いてやれよ。どこからそのバット持ってきた？台風のメガカラコンしてきた。いいね、素晴らしい。素敵な発想力だ。見た目って大事だもんねー。皮膚科でいいのだろうか。外科じゃね。どういう状況だよ。くっついたのか、生えてきたのか。海は広いなぁ、大きいなぁ。高校は山なぁし、これはダムー。マジか、広いダムだ。なんか切ないね。琵琶湖かと思ったよ。いいか、閉店時間ちょうどでシャッター閉めると、こういう風にババア挟むことがあるからな。今開けますよ。おい、はよ助けろ。ないないないだろう。大阪とかでならありそうだ。タイミング見計らって暖炉に火つけただろ。こら、やった顔だ。サンタさんお子です。サンタさんのお目目が真っ赤っか。救助用のヘリからドッキリ大成功の垂れ幕。え、圧縮だ。どっちがドッキリだ？ヘリで帰れると思ったのに残念でした的な。ボランティアで行う町の廃品集めに参加し、不要なものあります？と聞いたらお前じゃね？と言われたので処理場に向かう。うわぁ、悲しい。泣ける話や。そしてここから物語は始まった。ラーメン屋の店員がラーメンを差し出しながら言ったら嫌なこと。3分待ってください。おい、これは嫌だわ。カップラーメンかよ。どうせなら3分待ってから出せばいいのに。非常に気にしている 14.4%、 やや気にしている 50.5%。 近くのデスクのやつのエンターキーバチコーンが気になりますか？わろた、気になるわ。バチコーンに増えたわ。それはね、エンターアピールというものです。バツを押しづらい広告はマジでふざけんなって思う。だな、わかるわ。激しく同意いたします。めちゃくちゃ小さいやつとかも。ラストクリスマス。わむ、終わった。仕事が嫌になったのかな。思い出になんてできないよ。新しい猫を考えてください。鳴き声がニュー。やば、増えたわ。確かに新しい。まさしくニャータイプ。 3G 3月3日日曜日3時33分。なんとかして今すぐバッテリー 12% 削れ。おお、いいね。1分では不可能だな。曜日は3と3かけてんのかな。ペプシ社員の休日。え、マジかよ。シンプルだわ。満面の笑みを浮かべてらっしゃる。ゲームタイトルを組み合わせて一番変な内容にした人優勝。レイ、おいでよバイオハザードの森。高橋名人のときめきメモリアル。わろた、嫌だわ。捕まりそうだな。ちょっと想像したくないわ。ここに配置しますか？はい、いいえ。増えた、あつ森かよ。バーカウンター、その場所には配置できません。ノープロブレムですね。そう言うと外科医は患者の脳を全て摘出し手術を成功させた。うまい、シンプルだわ。こういうのとっても好き。それ、手術失敗してるんじゃない？とにかく明るいどっかの村。明るい？ 100% 村やな。完全に不審者扱いやないかい。
彼女は北島選手の弱点を完全に把握してますね。日焼け跡。目のやり場に困る。男女で競技することないだろ。鉛筆と消しゴムが出てきたぞ。はて、なんでさ。開いてびっくり。丸飲みしたのかよ。彼氏ができたことを知られてからパスが来ない。うわぁ、ひでえな。女グループコア。こういう時の女子は演出だからな。このメニューの名称は、ハンライス大盛り。え、まんまやん。それ意味あるのか。量的には普通サイズと同じなのか。大変申し訳ございません。現在実施中の校長先生のお話ですが、いつ終了するかわからない状況です。うわ、もうやめて。仕方ないだろうね。全校生徒の半分が貧血で倒れる。何よ、私の買い物が長いってこと。うん、投げるよ。骸骨紳士に敬礼を。時間軸が異なるのか。ギャンブラーならではのあるあるを教えてください。二度とギャンブルはしない。かけてもいいよ。増えた。明日にかけよう。次は絶対勝てるんだよ。実際普通に言う人いるよね。今は顔食ったから。顔時代ですね。意図おかしい、意図おかしい。幻の俗古今和歌集の編集中やな。お靴のサイズ測りますね。ちょ、お前固めとるがな。スコーピオンデスロック。東海道新幹線の利用客から、自分で走った方が早いような気がすると申し出。マジか、何者だよ。テリーマンか。車内で走ればさらに300キロアワー早い。50歩100歩みたいな笑える言葉。一石二鳥。キモ、何笑てんねん。ガムくっついてた。そうさあ、今こそアドベインじゃあ。マッチョが売りの少女。うお、強そうだわ。大胸筋を見たい。マッチョは、マッチョはいかがですか。お父さんの職場に来てはいけないと言っただろうが。ごめん、楽しそうだ。見られたくないなこれ。どんなお仕事なんだろうか。やっと寝れそうになった時に部屋の電気つけられた。わかる、眩しい。まさにその顔やわ。この顔と舌打ちはセットやな。群馬県庁。マジか、すげえ技術だ。風通し良さそうだね。ああ、これは新庁舎の方ですね。新たな写真、ビキニにチップ、周囲は拍手。我々の血税は血税に変わった。血、ええ年こいて。別に羨ましくなんてないもん。その血税を国民にも還元なさい。失敗や負けることを、楽しめたらちゃん。うめえ、そうきたか。リカちゃんが言ってる。とりあえず命令系なのね。多分亀一匹とおじいちゃん一人が住んでる。あれか、亀ハウス。一時期は二重人格の女性もいた。宇宙をも救った英雄がいたとか、いないとか。べっぴんさん、べっぴんさん、一人飛ばしてべっぴんさん、と。待てー、仕事しろ。何をチェックしてる。べっぴんさんって言い方がもう。ビッグモーター店長研修の様子。おい。ビッグモーター提供。車を壊すたびにボーナス出る。気合の入りようがとても素晴らしい。大変嫁がジャガー横田。うわぁ、マジかよ。それは大変だわ。大変で済むのか、これ。どっちだっけ、ってなるもの。羽生。ほう、なるほど。若い方か年食ってる方か。譲る方か、譲らない方かだな。頭が悪い人は要点をまとめられない。1時間4分29秒。納得、不利案。説得力あるわー。お分かりいただけただろうか。この戦争を終わらせに来た。好き、弱そう。麦わらのカールだー。余計ややこしくなりそうな予感しかしねー。ついに俺の頭皮にもイオンができた。え、つくんな。朗報、なのか。イオンができると周辺は衰退してしまうんやな。火、炎、炎。いつ、おぉ、あるんだ。中二が習う漢字。小学生がノリで考えそうな字だな。遭難一日目は楽観的。ちょ、ドアホや。そうなんですか？ピクニック気分ですやん。イカれたメンバーを紹介するぜ。好き、まだ生きてる。なんかなゴムわー。すごいやろう、これでドラマーやでー。美女も野獣。うん、言うなし。ひどい言われよう。美女が持っている鏡はラーの鏡だった。冗談でバギクロスを唱えたらできてしまった。マジか、すげえな。
草むしりにええなぁ。今のはバギクロスではない？いつもパパがいない時に来てたおじさんの顔に似ている。あ、察したわ。勘のいいガキは嫌いだよ。大人な対応を求められている。ここから落とされて這い上がってきたということにしとこか。お母さんには内緒な。優しい。感動したわ。本当の優しさとは。帰りにラーメン食ってこうか。何のシルエットかすぐに分かった人は注意。あれか。やあ、みんな。どっかで見たことある。注意っていうか手遅れなんじゃない？行かない、乗らない、大声を出す、すぐ逃げる。しかし回り込まれてしまった。あ、絶望だ。敵の攻撃来るぞ。不思議な踊りを踊った。大人げない？わろた。事実だな。うまいこと言ったな。生きていく厳しさを教えるおじいちゃん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。